はいどうも、おはこんさつま、うしみです。はい、久しぶりにやってきました、カゴマニですが、今回はですね、鹿児島県民にしかわからないことというものをネットで見つけたので、気になったものをいくつか紹介したいと思います。一つ目の、市内に行くなんですけども、これは鹿児島あるあるでも使われがちなネタなんですけども、鹿児島の人は、主に鹿児島市内以外の人が鹿児島市内に行くときに、使うことを市内に行くというんですけども、鹿児島市内に行くことを市内に行くっていうんですけど、これだけでどこに行くのか分かるので非常に分かりやすい話なんですけどもね。これはですね、鹿児島市内以外の地域にいる若い人が市内に行くというのはある意味ステータスになるので、結構ですね、自慢になるんじゃないかなと思うんですよね。市内に行くってことはですね、うちまで結構そういう風にどうやってた時期ありますね。子供というか子牛の頃はですね、2つ目がですね、鉛がすごく県外に行くとすぐバレるっていうのがあったんですけど、これネットで見つけたものなんですけど、いやどうなんですかね。うちはあんまり県外っていうかバーチャル県外にそんなに行って会話しないので、鹿児島人とバレていないかもしれないと思うんですよね、牛はですね。多分動画でもバレてないかもしれませんよね。なかったかもしれませんしね、実際ですね。あ、でも正直鉛を売りにしているからですね、これは多分気づかれてるかもしれないですね。っていうか普通に気づかれてると思うんですけどもね。最後はですね、さつま揚げはつけ揚げなんですけども、さつま揚げとつけ揚げと表記されている店があるかもしれませんけども、どっちもさつま揚げなので覚えておいたら鹿児島に行くときに便利かもしれませんね。さつま揚げもさつま揚げですし、つけ揚げも鹿児島弁でいうところのさつま揚げなので、どっちも一緒なんですよね。ちなみに、鹿児島のつけ揚げは甘いのでおすすめです。牛大好きです本当に。星屑